はい、パーソナルトレーナーのゆうです。今日は玄米は悪いのかというね題名でお送りしたいと思ってるんですけども、僕は基本的にね玄米しか食べてないです。もう家では玄米しか炊いてなくて、白米は家では食べることはもうないですね。たまたま外食行った時に、まあやっぱり白米しかないのでそういう時はありますけれども、家でまあ基本的にね週6日食べてますけれども、弁当、あと弁当とね、それ全部玄米になってますね。まあその中でね、いろいろ玄米を食べない、玄米は良くないというようなまあ意見をね、の人もいるわけですけども、その辺をね、ちょっと掘り下げて見てみたいと思います。中にはね、玄米を食べると便秘とか下痢をするという人がいるんですけど、まあ便秘と下痢ちょっと真逆のような気がするんですけど、僕自身はね、まあ逆に白米だけを食べてる方がちょっと逆に便秘になって、あんまりなんかお腹の調子が良くないです。なんかすごく腸の辺に溜まってる感じ、すごく良くない感じがして、僕は玄米の方が全然体の調子がやっぱりいいんですよね。玄米を食べてお腹の調子が良くないという人は、まあ柔らかく炊けてないとか、よく噛んでないという場合があるようです。で、まあ柔らかく炊けてないという場合は、僕はね、炊飯器の中のお米の玄米というラインに水を入れますけど、それよりちょっと多めに水を入れて炊いてるんですね。まあそういう感じで少し柔らかめにしてるというのもありますし、まあそれよく噛まないと当然、腸とかで違和感があるかもしれないですね。だからそれはもう当然よく噛むということは当たり前ですね。基本的にはもうよく噛んだ方がいいというのはいちいちつべこべ言わずに、まあ、分かることだと思うんですけど、ね、食べ物が噛まないよりは噛んで食べた方がいいということはやっぱりありますよね。そこはまあ時間をかけてしっかり噛んで食べればいいことかなと思います。まあ、もちろんね、よく噛んだ方が、玄米の中のこう栄養素というのはきちんとね、取り込むことができるというのももちろんありますよね。それと、玄米の場合には、外皮がついているので、農薬が付着して、それをそのまま取り込んでしまうから、そういうのは嫌いだから食べないという人もいるようなんですが、まあもちろんね、その皮がある分そういうことは言えるかもしれないです。ただこれに関しては、まあ無農薬とか減農薬というのを取ればいいことだと思います。もちろん無農薬であればそのリスクはないわけですし、まあ減農薬、特別栽培って書いてあるものであれば、特別栽培というものは、農薬とか化学肥料というのが、5割以上削減しているものというのは特別栽培という書いてあるパッケージに書いてありますけど、そういうお米なんですけれども、まあ僕は、農薬を7割以上減の7割もしくは8割以上減にした化学肥料を使ってないというものを食べてます。子供には無農薬のお米を買ってますね。子供には玄米じゃなくてちょっと五分漬きというのをお米屋さんに頼んで、少し胚芽の部分を残した栄養価の高いもので子供にはまあ食べさせてるんですけれども、まあそのね、無農薬とかその減農薬っていうと特別栽培、今その7割以上減というやつになると、当然ね、お米の、値段は少し上がります。お米の値段上がりますけれども、まあそもそもね、まあこうやってトレーニングしてる人の場合、プロテインを買ってるんで、プロテイン自体にもお金をかけてるわけですよね。他のマルチビタミンなんかにもお金をかけてるわけです。だからそこはサプリメントの一つとして、無農薬とか減農薬のお米に関しては、そういうつもりでコストの買い方というのもありかと思います。まあ何でもかんでもまあ安ければいいですが、自分はね、どこにお金をかけるかですね。まあこうやってね、フィットネスの動画を見てる人であれば、そこに価値観は必ずあるはずですから、サプリメントを買うと思って、そのお米を少しね、高いけれども無農薬とか減農薬を買うというのは当然ね、普通の価値観としてあるんじゃないかと思うので、それでいいんじゃないかなと思います。まあちなみにね、この玄米のその外皮に農薬が付着するということを言い始めるのであれば、そもそもあなたが食べてる肉、ね、肉、もう鶏肉にしろ、もう牛肉にしろ、それはオーガニックな肉ですかという話には全部なってくるんですね。まあ知り合いなんかで結構その辺をすごい気にしてる人の場合も、牛肉自体もオーガニックビーフしか食べないっていうんですね。もう、牛、牛自体がその穀物を、そのオーガニックな穀物しか食べてないという牛肉を食べてるという、そこまでやっぱり気にしてる人もいます。まあそれも本人の価値観で、まあそこにコストをかけていいと思えば、まあそんなね、破産するほどのお金ではないと思うので、まあそういうところにお金使うのもありかなと思います。だからまあもしね、お米に関してだけそこに農薬の理由をつけるんであれば、他のものを全てやっぱりそう気をつけなきゃいけないということですよね。ただそれはまあ無農薬とか減農薬のものを選ぶこともできるということです。それと、その中に、含まれる栄養素として、フィチン酸というものがあって、まあこれが亜鉛や鉄と結合して、それを一緒に排出してしまうので、栄養素が減ってしまう。体の中で取るべき栄養素を
体に出してしまうので損してしまうという考え方もあるようです。ただまあこれをね、まあ少量のフィチンが全ての亜鉛や鉄を全部ね、全部まるっきり、体から排出するというね、そのミネラル吸収を阻害するというようなことではないと思います。全部排出するということはまあないと思います。逆にそのファチン酸の効能として、まあ、がん予防とか血栓予防ねとか、尿結石の予防というものもありますので、当然いいこともたくさんあるわけです。でこれに関しては、玄米を炊く前に1時間ほど水に浸しておくということでかなり軽減できるそうです。それとまあ同じようなことなんですけど、アプシジン酸というのがありまして、このアプシジン酸が活性酸素を発生するということです。それが体に良くないという人もいるんですが、まあそれに対するね、このエビデンスというのはそんなにはっきりはしてないらしくて、まあこれ自体は本当にね、豆類にも入ってるんで、あとナッツ類にも入ってるんで、まあそこはね、全部同じことになってしまうんです。じゃあ豆類とかナッツ類は食べないのかということにもなってしまうんですけど、まあただこのアプシジン酸は、逆にもちろんいいこともあって、まあ、抗酸化作用もありますし、動脈硬化や糖尿病の予防改善にも、役立つということもまあ言われています。でこれも、さっきと同じように水に1時間浸すことでかなり軽減できるらしいので、まあそういうことをしていけばいいんじゃないかなと思います。まあそういうふうに悪いことを言う人もいるんですが、そもそも玄米には栄養が豊富ということはまあ皆さんご存知かと思いますね。まあ鉄分が白米の 2.6 倍入ってて、マグネシウムは白米の4倍、それとむくみ改善とかナトリウム排泄効果のあるカリウムというのが 2.5 倍多いわけですね。あとは、抗酸化作用の高いポリフェノールが多いとか、GABA というね、血圧を下げたりストレスを減らしてくれるというね、そういう成分もありますし、ガンマオリザノールという成分もあって、これはインシュリンの分泌を促すので血糖値の改善にも役立つので、まあこれ自体本当に体脂肪がつくつかないとっても大きな影響があるわけですよね。まああとはビタミン B1、B2 とかもまあ多いわけです。まあそういう栄養素が高いというものももちろんあるんですけど、僕が一番ね重要視しているのはやっぱり血糖値の問題ですよね。血糖値が急激に上がるか上がらないかの問題ですね。 GI 値の問題。白米と玄米を同じ量取った場合には、白米の場合、血糖値の上がり具合というのが、まあ、GI 値で言うと84、玄米の場合には54ということで、これだけのやっぱり差があるんですね。それだけ、血糖値がぐっと上がり、急激に上がりやすいということなんで、その分、やっぱりその部分、体脂肪になりやすいというリスクが高いわけですよね。僕自身はやっぱり体脂肪をつけたくないので、とにかくその方がいいということですね。それと、緩やかに血糖値が上がって、緩やかに落ちてくるので、僕自身ね、そのパワーの持続に関する感覚をやっぱり自分でも感じますよね。急激に血糖値があって急激に下がった場合、そのダウンの部分もあるので、その時にちょっと疲れるとか、まあ、眠いとか、まあ人によってはそこでまた甘いもの欲しくなったりとか、まあそれもあるわけですね。僕はそのまあ甘いものが欲しくなるっていうのは気持ちでちょっとコントロールできるのはそんなにないですけれども、ただね、仕事がね、パーソナルトレーニングをね、5本とかこうぶっ続けである場合、5時間とかなってきますけど、その時に急激に血糖値があって下がってくる場合、やっぱり最後のね、4本目、5本目の時、すごく自分がだるくなってくることがあるんですよ。これが玄米の場合にも、その4時間目、5時間目の時にも、結構自分がパワーがあって、バンバンで仕事できるという感覚が本当体で体感してるんですね。エネルギー切れを起こさないという感じ。だから僕の体には少しずつ入ってくれて、少しずつ使っていくようなもの、それが持続するような形のものの方が、まあやっぱ僕が疲れにくいんですよね。まあそこの影響ってのは僕の中ではすごく大きいですね。それと、まあさっき言ったような、一回一回のアップダウンがすごく差が大きいと、まあ他のものが欲しくなったりとか、まあ疲れるとかね、逆にそこでまたストレスを感じたりとか、そういうのもありますので、まあ僕の体がやっぱ玄米の方がそういうものを感じなくて楽だなというものがあるので、玄米を選んでるというところがあります。まあもちろんね、人それぞれやっぱり価値観というものはあると思いますが、さっきのちょっとリスクがあるということは、玄米がリスクがあるという人もいますが、まあ僕からはリスクはまあ軽減できるということですね。無農薬を選んだり水に浸すということで結構軽減ができるということ。逆にそれ以外のメリットの方が僕は大きいと思ってますので、そっちを選んでるということで、もう本当に20年かな。玄米生活ですね。全然やっぱり体の調子が良くて、お盆とかに田舎に行かずに、どうしても全部ね、白米になってしまうんですけれども、
そういう時のがね、正直ちょっとやっぱ調子が良くなくて、お腹の中が。全然玄米の本当に体の調子がいいんですよね。まあ玄米だけじゃなく当然ね、そこに脂質の少ないタンパク質の野菜とか組み合わせてということになりますが、本当にその方が調子がいいです。なので僕は玄米を食べてるということ。まあ僕にとって玄米が悪いということは特に感じてないということですね。まあ皆さんの考え方次第だと思いますが、まあその辺いろいろね、また調べて参考にしてみてもらえればいいと思います。はい。パーサートレーナーのユージでした。